DVD の用意はできた。いや、獣フレンズ自体ね、こう触れるのは久々ですよ。で、今回のゲームそんなに長くないみたいなんで、俺もまあ DVD の方よりこっちの方がすぐ終わるかなと思います。なので DVD 1.5 倍速にして、なるべく一緒くらいで終わればいいんじゃないかなっていうペースでやっていこうかなっていうふうに思っています。まあ多分ゲームの方が早く終わるかなとは思いますけど、じゃあこれと同時に再生ボタンを押します。来た来た。で、俺もちょっとホラーゲーム苦手なんで、前も言ったけど、DVD をちょっと気を散らせるために DVD の進行状況とかを途中で伝えたりしながらやっていこうかなって思います。じゃああれ？てかこれどうやって、決定ボタンがどれだ？エンターじゃねえし、スペースじゃねえ。なんだこれ？は？ちょっといきなり積んだんだけど、これどっちかのボタンだな。あ、Z ボタンですね。おー、獣フレンズ。びっくりしたー。じゃあ、ビビり要素ほんと嫌いだからね。ホラーはまだいいよ。ビビり要素が嫌いなのよ、俺。いや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 。でね、ちょっとだけね、人の動画見て下見させていただいたんで、何をどうしたらいいかっていうのは、分かっております。だから操作だけ覚えとけば、あとは多分、スムーズにいくかなっていうふうには思います。で、今拾っているジャパリマンを、いくつか集めないとなんか、通れないところがあるみたいなんで、それを今理解してあるので、おー、早っ。で、ダメージも、あそこに、右上、じゃねえわ、左上に、今、ハテナ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 の下に、HP、20か、20あるんだな。だから、それに、ゼロにならないように気をつけりゃいいってわけだ。まあ、あと落ちないように。マリオと同じかな。今、マリオの場合は HP 少ねえけど。まあ、やっていくしかねえよな。ちょっとね、アクションゲームだから、ドラえもんの時と同じように、の流暢に喋ることはできないので、俺。慣れてないので。そこだけはご了承ください。やべえな、これ。こいつ、ハリネズミか。で、噂によると、マジで、フレンズが、ぐっちゃぐちゃになってるみたいな、もう頭のぶっ飛んだゲームみたいなんで、俺も、ちょっともう、心かましていきたいんだけど、で、この辺で確か、どこだっけな。あ、出た！これが出る、ところで、まあもう、ほとんど見てないからわかんねえんだけどね。あ、ゲット、パワー？力を手に入れたってことか。で、これをぶっ壊すんだけど、うわっ！なんだよ、お前。ダメージ食らわねえんだ。びっくりするな、おい。それをやめろ。その、ピシーって音やめろ。これやべえな。だから本当に、俺みたいに精神力の弱い人にとっては、このゲームやるのはおすすめしないみたいなこと言ってたんで、マジで気をつけてください。あと音量にも注意してください。俺突然発狂することもあるかもしれないので、そこは、皆さんご注意ください。鉱山か。うわっ、なんかいる。アルパカとか、あれ、ツバか。ツバっていうかあれゲロだよな。なんか、豆知識によるとあれはゲロみたいだけどね。なんかそんなこと言ってた。危ねえな、おい、あれ。結構ね、結構ドラえもんの操作には慣れてきたから、ドラえもんっていうか、これパソコンゲームだから、パソコンゲームほとんどやったことないから俺、ちょっとこれ苦手かもし、苦手かもしんね。パソコンのゲーム自体ほとんどやってないんで、スペースキーとか、スペースキーじゃねえ、キーボードで操作するのはすんげえ新鮮な感じがする。で、こいつを倒す。はぁ？はぁ？何？あ、殺したってこと？おーい、ま、この色使いダメだろ。いや、ま、ちょっと見たんだけど、びっくりしたー。もうちょっとちゃんと見ていけばよかったな。もう心臓に悪いわ。これ、なんだっけ、なんか、これもなんかちょっと見てない気がするけど、通れねえのか。あれ？どういうこと？何これ？戻るのダメ？ん？あ、ん？落ちんのか？なんかね、よくわかんないところもあるみたいなんだよね。もう、情緒不安定な、とにかく情緒不安定なゲームみたいなんで、これ。マジで、ちょっと気をつけねえと。やばい。何この、繰り返しじゃん。お！トキだ。トキと本物の症状と、うわぁ、これもうやらなきゃいけねえんだろうね。で、これ撃つ。うわぁ！ごめん。めっちゃ泣いてる、トキ。ごめん。ごめん。いや、悪かったわ。うわ、ごめん、マジで。行くか。わぁ、こんなことになるんだ。うわぁ、殺せる。やべえな、このゲーム。あ、えぇ？え？ってことじゃねえか。それは初見殺しじゃねえのか。ここ気をつけねえといけねえな。
はあ、なるほどね。あ、で、ちょっとチラッと見たけど、今、サーバルがカバンちゃんを案内しているとこだね。まあ、それ言っちゃえばあれだけど。えぐい配置してるし、これちょっと触れなかったからあれだけどさ、撃つときにさ、ちょっと後ろに飛ぶんだよね、カバンちゃん。それもなんか地味に、さっき落ちそうになって危なかったんだけど。ちょいちょいこれ操作、繊細にやっとかねえと、マジですぐ死ぬぞ。俺そういうの慣れてるからさ、大丈夫なんだけど。いや、俺これニコニコで見たぞ、俺こんな動物。なんだこれ、ほぉほぉで、この、殺した時にこの表現するのやめてくんねえかな、背景。向こうは向こうでセルディア今出てカバンちゃん転んでるところだし。うわ、これ。ぶっ飛んでるな、ほんと。正気の沙汰じゃねえな。うわ、もう。だからその、チーって音やめてくんねえかな。イヤホン片耳でやってて聞いてんだけど、すんげえうるせえんだよ。なんかこれ奥に落ちればいいんだよね。いいんだよね。いいんだった。わけわかんねえんだ、この、設定が。なんも説明してくんねえからよ。ああ、もう。ああ、もう。ああ、カバンちゃんの内股、かわいい。ああ、もう、そんなこと言ってる場合じゃない。まあ、この辺なんか尺稼ぎなんだろうな、基本的に。もうちょっと、マジで DVD 流して正解だったな。俺多分これ、普通にやってたら、気はもう、ロイヤルペンギンのプリンセス。これも殺さなきゃいけねえんだよな。知ってる。もうね。なんかもう、とにかく残虐なゲームってたから、もう進行するには、とにかく、やっとかないといけねえみて。ああ、熱いよ。そんな言い方しないでよ。やめてよ、そういう言い方。コープスパーティーも子供お化けすんげえ怖かったんだからさ、痛い、返してみたいな言い方。本当にあれマジでトラウマだったからやめてくんねえかな。ごめん、インムくん、もう本当に死んでください。もうこいつインムくんだったわ。そう、ムンクって言いそうになったんだよね、さっき。ムンクは画家だ。ここに鍵があるっていうのもちょっと情報、なんかちょっと見たんで。ほら、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 ちょっと撃つたんびにさ、後ろ下がってくの見たかな？後で見返してみてくださいわ。すんげえ難しいんだわ。鍵の位置もね、その操作の方法もね、もうね、経験者からとしてはね、もう分かってるんすよ。まぁ、ちょっと見たんだけどね。この辺も実は。ちゃんと中途半端に見てるから、どこにビビり要素があるかも、ちょっと分かんねえんだ。いきなりこうやって、なんかガーとか来るのやめてほしいよな、ほんとに。なアルパカよ。おめえら、配置マジで鬱陶しいな、これ。結構上級者向けの風に、感じになってるんじゃねえか、これ。これどうやって撃つんだ？うわ、もう！もうだからさ、もう、もう未曾有、もう、未曾有おかしくなるんだって、こっちはよ。なにこれ、気持ち悪いな、背景も。なにこの生物、サボテンみたいなやつ。ノーメッセージっすか？うわ、これ、もうこれもサボテンじゃねえか、お前。ろくでなし、うるせえわ。なんかこいつ、もう殺せるし。こんなの、もうお前。もう殺していくよ、もう。どんどん殺していこう、もう。あれ？なんかやたらと体力多いやつもいるしよ。なんだよ、これ。はぁ？もう、なんでこんな背景になったの？なんだこの幻覚作用か、薬の。カバンちゃん飲んでるか。こんなこと言ってる場合じゃねえな。え？もう、どんどん殺していこう。あ、これ、後ろから当てれば一発だな。うわぁ、もう、お前、だからそのさ、趣味悪いんだって背景の使い方がよ。もう人のこと言えねえけどさ、俺もサムネでこういう背景よく使ってるけど、バス乗り場？もうやめようぜ。もうこのゲーム、一度触れたからもう言い訳できねえんだけど、もう最後まで進むしかねえよな、もう。獣フレンズ好きなものとして。このゲーム、手出したからにはもう、がっつり行くしかねえやな。で、そろそろ終盤だと思うけどね。なんかね、これね、分けられてるみたいなんだよ、いくらか。第何シリーズみたいな感じで。だから、まあ、これが多分第一なんだろうな。で、この先に、いたわ！サーバルちゃんいた！よかった！え、なにこれ？バス乗っちゃったよ。なにこれ？うわぁ！うじゃねえよ！ちょっと、本家と再現しようとしてんじゃねえよ！うわ、もう、カバンちゃん許せねえよ。ちょっと嫌いになったわ。え？あ、なんかこんな感じの少し動画で見たわ。うわ、なんかね、すげえ、この昔のゲームのシミュレーションゲームこんな感じになってるの、俺嫌なんだよ、嫌いなんだよね。夢で出てきた時、もう夜眠れなくなるからさ。ほぉ、もう殺して、俺じゃねえって。クソ、ハバルちゃんそんな言い方すんの。人間は、そんなことないって。あ、そうだよ、もうちょっとさ、ほのぼのといこう。本当によ。何その時は。
もうやめて、いきなり、ビュッ、ガーとか来ない。あ、かわいい。よかった。もうちょっとこういう感じのしようよ。他の獣フレンズのゲームもそうだったじゃん。もうちょっと、いい感じに行こうよ。何？もうちょっとゆっくり話さないで。うん。また会いに、うん、もう一回やるよ、多分これ。おなら出ちゃった。おばかしいだろ、こんなの。おぉ、ほんとに。やば。気持ち悪い。終わった。これで第1部終わりか。んで、これで第2部に進むんだ。おぉ、もうやべえな、このゲーム。おかしいだろ。